前奏曲と単調作品23の後は、セルゲイ・ラフマニノフの10の前奏曲作品23に含まれるピアノ独奏曲。1901年に作曲された。濃厚なロシアの民族的情緒に溢れ、今日でも広く演奏されている。ラフマニノフの技巧と非凡性を象徴した傑作である。作品は、アラマルチャの指示に従い、 更新曲風のテンポで開始する。同一のリズムを刻みながら、次第に、大きさを増し、主題へ戻る。ポコメのモッソの部分に入ると、右手が大きな和音及び、オクターブを奏し、左手の大きなアルペジオ風の動きを持って、テンポを落とし、美しく歌うような曲奏へ発展する。その後、最初のテンポに戻るための進む加速的なスイーブを経て、 再び有望な和音を刻む再現部へと移行する。ホルティッシモの和音レンガを伴うコーダを示した後、ピアニッシモによる特徴的なトッカータ風のソークを持って終結を迎える。ラフマニノフの作品全般に言えることであるが、大きな和音や広大なアルペジを、急速なオクターブレンダーを含むため、手の小さなピアニストにとっては難局になりうる。 要求される強弱を操ることも難しい。この作品は難しい作品の一つとラフマニノフの最も有名な作品の一つ。作曲者自身による録音が残っているが柔軟な音楽性を持つ。この作品では作曲者の解釈と大きく異なるスタイルで演奏されることも多い。エミール・ギレリスが第二次世界大戦の戦線でこの前奏曲を演奏し、 ソビエト連邦軍を支援した映像が残っている。当時のナレーターは、と、ロシア語で伝えている。ありがとうございます。